私の思いはまっすぐだ。引け、イーノ国のなでしこたちよ。これが足利の男の本性だ。天下創生など甘い言葉でたぶらかし、いたずらに乱世を呼び込む。見ろ、我ら乙女の幸せなど微塵も感じ。乙女が世のため、いざ。乙女の誇りにかけて。一員を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに、声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様。すべての事象は我が万丈にある。新たな試してみるには良い機会か。カンナリオ、この秋は光を集め、卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したく光を集めているところ。えっ、それならまたお声が聞けますね。モンスさん、私もお手伝いします。存外使えるコマよ。いや、我が毛利に兵の話だ。お前、どこを見ている。これだから、男はそこに直れ。やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための伝説。罰が当たりますよ。てめえやめましょう。脇は俺たちが。お前たち、私について来られるのか。誰の天才を持ってはおらぬか。お前らに、いざ我が家臣の裁き。主人公、ちゃうちゃう、見たか。俺たちをいじめて草叩きになるのよ。見たか。なぜだ、貴様の力を測るんだ。ちょうどよ。俺は私の敵。男どもには決して遅れは取りませぬ。俺が脇役。そう、無敵なのに。体勢に影響なし。だが不愉快だ。知らしめよ、我が毛利の軍を。ははあ、ひげなどするな。そなたもまた一番星を削ぎ落とすの。でも次は報じられる。あの人、さては悪い人ですね。もう私がズバッと懲らしめてきます。カンナギは一度思いだと姫子に加護図を。了解です。この刃を。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。お召し物のほころびが、あとで男子を狂わせましょう。卑弥呼様に代わりにお仕置きですよ。手駒にしておいて正確であったの。先見の御事の卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もう、ゆう、ゆう、し、ま、せん。なめる
はや駒にもなり得ず定番だ。我が盤上の地域聞け、カンナギ、キミコなど、もとよりこの地にはおらぬわ。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。聞こしめしません。うちの女衆、やっぱすげえや。お言ってみろ元成様。雲は日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えませぬ。何、小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。まだまだ言っても無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。あなた誰か、お尻ペンペンします。おー、折れちゃいました。また悪がすみですね。私負けません。聞こえし、世の女の全てがこうとは思いたくはない。小娘、我と張り合う。すぐだ、ブラシたまえ日輪よ。共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。元成様のお力で再び日輪が。降伏するなら聞いてやる。だがその前にもう一回叩き切るだ。小賢しい寺様リン。みんなナオトラ様のごとく吠えるので。あの子に文を当てたのはどこのどいつだ。名乗り出ろ。私がこの目で見極める。聞こえ、守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。寺様リン。乱世に息づく一輪の花、いいの虎のまばゆきを見よ。日の元は秋と、その礎の駒となる。それがどうし、我が策に陰りなし。寺様リン。では言わないぞ。俺たちが情けないって、ナオトラ様を見てもそう言えるか。寺様敵をかけて、男衆は放っておいて私たちと参りましょう。ナオトラ様。おう、聞こえ、白金の盾すぐ名前。なでしこ隊か、ちょっと入ってみたいかな。寺様リン。乙女は負けない。力負けを恥じている間にもう一度立ち上がったらどうだ。
幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。男も女も己以外の人間は全て道具だ。確かに扱いは平等だな。貴様は我にとってその道具ですらない。恥じ入り即滅べ一輪よ。我をも駒と捨てるか。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども覚悟しておけ。